この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ちょっとやめてよ。何も友達がいる前でそんなこと。それは刹那が嘘をついていたからだろ。学園祭で歌を歌うなんて話聞いてないぞ。嘘じゃないよ。ただ話をするタイミングが見つからなかっただけで。そういうことは引き受ける前に父さんと母さんに相談する。ずっと昔からの取り決めだったよな。それは昔はそうだったかもしれないけど、私も来年は大学生だよ。そんくらいいいじゃん父さん。問題を起こしたとか学校辞めたとか、そんなのと比べたら全然大したことないし。年に一度のお祭りなんだし、少しくらい羽目を外してもね。お前たちは聞いていたのか、このこと。いや、さっき聞いたばっかだけど、今来てる2人とさ、3人でユニット組むんだって。友達のお姉さんすっげえかっこいいんだよ。あの子綺麗よね。ステージ映えしそう。刹那よりもあの子の方が歌えばいいのに。ちょっと、私歌以外はできないよ。評価高いなトーマ。うるさい。俺なんか誰もコメント寄せてくれないのに。アルバイトを辞めたのもこのためか。たまに夜遅くカラオケに行くっていうのも練習のための嘘だったのか。アルバイト辞めたのはそうだけど、カラオケは本当にただの趣味で。というかまだ一度も練習したことないし。マジかよ。だって本番今月なんだろ。どんだけやっつけなんだよ。行かない方がいいかしら。娘が全校生徒の前で大恥かくのは見るに忍びないし。おい、今それを話しとるわけなんだからさ、順序だって話せばいいのに。多分無理だろうな、子供だし。うん。なんかいろいろ順序だって話せばよかったのに。あと、弟と母親が手のひらドリルでくる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 返しすぎやろ。怖っ。それはお父さんもそんな風になるよな。成功させるわよ。北原君もトーマさんもものすっごくうまいんだから大。いや、トーマはともかく俺は。だったらなんで突き進む。とにかく順を追ってちゃんと話をしなさい。それで参加するかどうかみんなで決めよう。おー、やっぱりそこはすごいな。父親すげえな。へえ。そこでなんか情に流されることなく、ちゃんとその事情を全部把握してから決断を出そうっていう。まあ、この3人の場に顔を出したっていうのはちょっと空気読めない感じがあるけど、ちゃんとした人なんやな。おもろい。すごいな。ちゃんと話をしなさいと。でも今は友達が。申し訳ないが帰っていただきなさい。今から家族で大事な話があるということで。そんな。刹那が断れないというのなら私が謝ってこよう。3年ぶりにお前が家に呼んだ友達だ。ちゃんと挨拶もしておきたいしな。え？お父さん。帰るか。うん。玄関を出ると当然のようにもう真っ暗な秋の夜。もう冷たいと言って差し支えのない夜風が肌を刺す。駅まで徒歩15分な住宅街は静かで、月と星と街灯だけの明かりが辺りを優しく覆っている。お待たせ。待った。大丈夫。別に申し訳ないとか思ってないから。ああ、そう。俺から遅れること5分。トーマもやっと、小木曽家の玄関を退去し、俺の隣に並ぶ。俺が歩き出すと、何の気負いも険悪も、照れもなく、俺の隣を普通に歩き出す。俺は少しだけ照れた。そういえば。少し進むと、今度はまた何の気負いも険悪も照れもなく、俺に話しかける。やっぱり俺は少しだけ照れる。小木曽。謝ってた。半泣きだった。全然気にしてない。そう伝えといた。サンキュー。伝えたのは私の意見だけだから。自分の考えは明日にでも自分で伝えること。そうか。わかった。うん。うん。気にしてない割に駅までの道のりを歩く俺たちはしばらくうつむき、先に続く言葉をなかなか見つけられなかった。あの後、部屋に上がってきた小木曽のお父さんは俺たちに対し丁寧に謝ってくれた。俺が小木曽を無理やり誘ったことや、俺のせいでバイトを辞めてしまったことを説明しても、すべて娘の問題として取り合わなかった。ただ、今日のところは家族で話したいから、申し訳ないが帰ってほしいとペコリと頭を下げた。何あれ？何だと言われても。俺が感じてる胸焼けに近い感情は、やっぱりトーマも感じてるみたいだった。文化祭のステージに立つことを家族会議で審議したり、そこまで厳しい父親なのに頭ごなしに「お前たちは黙ってろ」とか「許さん」とか全然言わなかったり、そうなんだよな。小木曽が言い訳でもできない悪いところだけを指摘して、ちゃんと真面目に意見を聞いたり。やっぱり、あいつ苦手だ。いつもなら即座に割って入るはずの俺も、今この瞬間だけはコメントをつけられない。あんなに家族に干渉されて、しかもそれを当然だって思ってて。だって、なんかえらいことを知ってしまった気がするから。あんなホームドラマみたいな家族が今もまだ現実にあるなんて。私はごめんだ。あんなところにいる自分が想像すらできない。そっか。だからトーマは当てられてしまった。信じられない。信じたら負けだ。トーマ？寒そうに体を震わせると、トーマは大して綺麗でもない、いつも通りの夜空を見上げる。俺の隣を歩く歩調はいつの間にか止まり、元来た道を振り返り、俺にその整った顔を見せず。でもさ、うちだって数年前まではあんなだったぞ。そっか。吐き出した小さな声は本当に小さくて、怒っているのか、笑っているのか、泣いてるのか、あるいはそのどれでもないのかわからなくて。門限は6時で、たまに遅れると、家の前で母親がうろうろしてたりとか、父親に結構きつめの説教をされたりとか。だから俺の液体もない話なんか、聞いてるのが聞き流しているのか、耳を塞いでいるのか、あるいはそのどれでもないのかわからなくて。友達と一緒に夜の繁華街うろついててさ、お互いにアリバイ工作してたんだけど、向こうの家に電話されて一発でバレて、友達と2人揃ってものすごく叱られたりとか。それでも話し続けてしまうのは、俺もあのホームドラマに当てられていたからで。中学に上がる頃にはそうやって俺に関心を持つことはなくなったけど。子離れ？親父はリアルで離れてったけどな。まあ、養育費結構もらってるから文句はないけど。自慢じゃないけれど、特にトーマに対しては本当に自慢じゃないんだけれど、うちの父親の実家は岡山の方に屋敷のある結構名の知れた企業の創業一族だったりした。そこの長男で次期経営者として期待されていたのが俺の父親で、成績優秀のままいい高校を出ていい大学を出て、そんな順風満帆の人生において唯一の失敗が俺の母親との結婚と俺の誕生だったっていう話で、いや実家的になるほどね。そのあたりに何があったかは、まあ、母親の、繰りごとでいろいろ知ってるけど、どうでもよくて。けれど、その際、双方の相手に対するあまりにも思いやりのないやりとりの応酬に、すっかり誰にも味方する気が失せてしまい。かくしてここに、岡山の名家からの援助でのうのうと暮らす北原家と、お互い無関心になってしまった母子だけが残った。相変わらず中途半端なやつだな、北原は。お前なら引かないと思ってたよ、トーマ。今まで竹谷も含めて友人の反応的に3戦3敗だったから、なかなか話さなかった家庭の事情だけど、だって私父親の顔も名前も知らないし、母親とはここ数年一緒に暮らしてないし、渡されてるカードに上限額ないし。明らかに俺の超える家庭の事情を持つ小木曽とは違うジャンルのドラマみたいな家族を字で言っているはずのトーマ家のご子女は、言うことが違った。相変わらず分かりやすいやつだな、トーマは。あんたなら半分引くと思ってたよ、北原。だって俺、中途半端だし。だからこそ、小木曽の家もトーマの家も中途半端に分かるし。あんたに何が分かるって。わかるよね。だって検索したら10万件超えるんだもん、お前の母さん。世界的に有名なピアニストの母。検索結果の一番上に出てくるオンライン百科事典を開くだけで、いつも出てくる昔のさまざまなゴシップ。私んちの事情そんなに複雑じゃないし、普通に想像した通りだし、人によっては大して深刻な話じゃないし。2度の結婚と2度の離婚。けれど娘が生まれた時期はあろうことか独身で。でも、だからこそ、ムカついたっていいよね。小木曽はいい子だろ？いい子だからこそ苦手。とことん苦手。きっと、死ぬまで同じ価値観を持てないと思う。トーマは相変わらず空を見上げたまま、蚊の鳴くような小さく、そして震えた声で、けれどいつもよりも饒舌に語る。やっぱりその声は怒っているのか、笑っているのか、泣いてるのか。あるいはそのどれでもないのか、俺にはわからない。それでもさ、フグ大天の敵になるか。え、なんかずれたな。フグ大天の敵になるか。生涯の大親友になるかのどっちかだと思う。これ覚えとこうね、みんな。けれど空を見上げていた顔がこちらを向くと、帰り際に小木曽と約束してきた、トーマ。そこにはさっきまでの悪態を、後悔している、少しだけ罰の悪そうな少女っぽいはにかんだ表情が浮かんでいた。あんたが親を説得しきれたら、軽音楽同好会とやらに入ってやってもいいって。おお、えそんな半年間一度も見せたことのない表情は夜空の宝石のきらめきに負けないくらいに輝いていて、さっきまで大して綺麗でもないいつも通りの夜空と表現していたのは棚にあげて、なんで嫌だったなら撤回するけど。だってさ、俺もう次の作戦いろいろと考えてたのに、明日こそ説得してみせるって密かに決意してたのに。失敗ばかりしていた、説得工作の中でも今日は極めつけの大失敗だと思ってた。同好会の話は正論で叩き潰され、情に訴えようにもあまりにも接点のない小木曽一家のやりとりは理不尽にも当麻の逆鱗に触れ、潔いな北原、そんなぬるい根性で私を口説こうとしてたわけ。5年早いね。あ、逆鱗以外のところにも触れたってことか。さすがにもうタイムリミットだし、これからは一日たりとも無駄にできないし。俺たちの計画には無理があるんじゃなかったのか。そうだな、私がいなければ。おお、トーマ、今度は俺が背中を向ける番なのかもしれなかった。空に浮かび上がる月も星も大して綺麗でもないわけでも、いつも通りの夜空なわけでもなかった。あんたたちが私と全然違うからさ、分かり合うことなんか不可能だって思ったからさ。俺が何度怒らせても、小木曽が何度苦手意識を植え付けても、だったら一緒にいても害はないかなって。それでも俺だけが知ってる、トーマは本当はいいやつは最後の最後まで揺るぎはしなかった。ありがとう。今日ばかりはどれだけ感謝されてもされ足りないかな。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。やっぱりうざいよ北原。すまん。本番まで2週間と数日を残した日曜日、一度空中分解した軽音楽同好会は本当に最低限の体裁を取り戻し、いよいよ最後の学園祭へと突き進んでいく。こっから序章の第2章というかというわけで、今日から軽音楽同好会に加わることになった、うん、トーマ、カズさん、みんなよろしく。小木曽一人の盛大な拍手とともに、軽音楽同好会新入部員の、他者紹介は終わった。昨夜はあんなに喋ってたっていうのに、すぐに機嫌が悪くなったり、ちょっと悪くなったり、すごく悪くなったりとコロコロ変わるやつだ。でこっちが飯塚拓也、一応ここの会長兼ギター。本当に連れてきやがった。うん、よろしく、うん、そういえばこいつ、トーマンを口説いて蹴りを食らったことがあるんだっけ。春樹で、こっちがまあよく知ってると思うけど、小木曽刹那、ボーカル担当で、個人的な理由で竹谷の件をフォローしないまま、滞りなく議題を進めていく。よろしくねトーマさん。あと私のことはせつなでいいよ。私のことはカズサでよくないから。この場でトーマが初めて発した言葉は超友好的に接してくる小木曽に対してのあからさまな防波堤だった。とにかく学園祭に向けて頑張ろうね。分かってる。昨夜小木曽から電話がかかってきたのはいわゆる25時午前1時に差し掛かった頃だった。何でも今まで父親と、論戦を続けていたらしく、いつもの鈴を鳴らしたような声は鳴りを潜め、妙に息遣いの色っぽいハスキーボイスとなっていた。でも声の調子そのものは思いっきり弾んでいて、つまりそれが小木曽の同好会復帰とトーマの同好会参加が決まった瞬間だった。よっぽど嬉しかったのか、小木曽はその後も俺と2時間も電話でおしゃべりし、今からトーマさんのところに電話するねと午前3時になって言い出して俺の説教を呼び込んだ。あ、ところで北原くんも私のことは。小木曽どうした小木曽。せつなでいいよ。実は昨夜の電話の中でも何度かこの悪魔のささやきを聞いた記憶があるけれど、まだ今の俺にはこの小木曽のマナを読んでしまった直後の、自分を制御できる自信がないから。ああ、ところでせつなちゃん。竹谷うわあ！ほら制御できないし。さてとそれじゃあミーティング始めます。なぜだか部長が戦意喪失してしまったので、僭越ながら俺がこの場を仕切ることになった。なお肝心の部長はいつもの自信と軽薄さを失い、教室の隅で椅子に腰掛けてガタガタと震えている。トーマの蹴飛ばした椅子、すごい音がしたもんな。それじゃあどうしようかな。とりあえずメンバーも集まったことだし。集まった？ああ、いや。あんた、昨日の私の話何も聞いてなかったの？どの面下げてそんなよまいごとを口に出せるわけ？いや、聞いてた。そうそう、ベースとドラムだよな。俺は狼狽しつつもトーマに遮られなければ言うはずだった一通り合わせてみようかを口にしないで、本当によかったと胸をなで下ろしていた。確かに4人いれば普通バンドは組めるけど、それが専任ボーカルとギター2人とキーボードとなれば全然話は別。だからそれはおいおい。だいたい何の曲をやるかも決まってないのにメンバー揃ったとか、なんて短絡的な。あ、私やりたい曲あるんだけど。おげそ。そんな俺の約束された窮地を見かねてか、おぎそがおずおずと手を挙げた。で今言っちゃっていいのかな？大事な話の途中だったみたいだけど。全然、トーマの言う通り何をやるか決めないと何も進まないからな。そうだろうトーマ。うん、大丈夫だから。で、なんて曲？うん、大丈夫だ。後で俺が叱られておけば。わかんないかな2人とも。俺たちが小木曽の歌いたい曲を。あ、じゃあヒントね。第3ヒントくらいまでに正解してくれなくちゃ私泣くよ。いやちょっと待って、そんな重要な曲って。まずは第1ヒント、私たちのホワイトアルバム。出会いの曲といえば何でしょう？さん正解。常識問題だし。早押し弱いんだよ俺。その言葉が負け惜しみだってことは自分が一番よく知っていたけれど、いや本気で悔しがったんだけど、でもあの時のことをトーマまでこんなに鮮明に覚えているなんて、やっぱり意表をつかれたことだけは確かだった。いや本気で嬉しかったんだけどね。俺の存在を認識してるか春樹。ホワイトアルバム。また随分と懐かしい曲だな。あれ何年前だ。懐かしいとか言うな、不朽の名曲だぞ。やっぱりドラムとベースがネック。またこの歌の季節が来るよね。学園祭の頃だとちょっと早いけど。ま、白い雪が街に優しく積もるのは早くて来月以降だろうけどな。お前だって知ってんじゃん。感想にサックスも入るし。当たり前だ。懐かしいとは言ったが知らないとは言ってない。けど俺どっちかといえば尾形里奈派だな。あ、ミーハーだ。メジャー志向だよね。どうやって形にする？何を捨てて何を取る？実力があるアーティストを評価してるの、それだけ。なんだよお前、尾形里奈嫌いなのかよ。なわけないじゃん。この間の最新アルバムも買ったよ。しかも初回限定版。4人、ボーカルにギターにキーボード。偏ってるな。せめて誰か一人をドラムに。おお、いいな。俺初回逃して未だに手に入れてないんだよな。じゃあ貸してあげる。明日持ってくればいいかな。マジ？悪い。じゃあさ、俺もお返しに何か。なんでそんなに仲いいんだお前ら。ミス北条大夫と堅物委員長のくせに。その言い方やめてほしいな。今になっていろいろと人生損しちゃったって思い知らされてるし。やっぱ後悔してるのか、ミス北条大夫になっちまったこと。うん、そうだね。危うく堅物委員長さんと知り合わないまま卒業しちゃうところだったから。え？なあ春樹、俺は今夢を見てるってことにしていいか。それも相当にたちの良くない悪夢を。ねえ、ちょっと黙っててくれる？聞いてたのかトーマ。え？何を？トーマに全然関係のない、箸にも棒にもかからない雑談をだ。今の俺の状況を当事者に笑われるのは甚だ遺憾だと思うんだ。無駄話ばかりで悪かった。さあ、議事を進めようか。部長。なんだトーマ。一発逆転起死回生のすごい手でも思いつい。部長？俺たちの雑談にも加わらずキレもせず、ひたすら何か考え事をしていたトーマが最初に問いかけたのは。え？俺？あんた打ち込みできる？意外な相手への意外な質問だった。それってシンセ使えるかって意味。いやいや、意味はわかるけど。シンセサイザーだね。なら質問に答えろ。だからトーマ、あまりドスを聞かせるなと。ただでさえその綺麗な顔で凄まれると、男としては必要以上に萎縮してしまうのは何度も経験済みだし。時間がないの。だからさっさと答えてくださいませんか。だからってその取ってつけたような丁寧語はものすごくやっつけ感が漂うんだけど。そりゃまあある程度は。けど打ち込みなら。トーマ、それだったら俺が。 OK 部長、今後は練習に参加しなくていいから。むしろ学校来なくていいから、私の指示通りひたすら一人でコツコツ打ち込め。え？え？え？意外な相手への意外な質問は恐るべき指令となって軽音楽同好会の創設者を吹き飛ばした。必要な機材とかは後で家の方に送るから。もう帰っていいわよ。今日はご苦労様。っておい、ちょっと待て。しかもついさっき参加した最新参メンバーによってまあ鳴り物入りではあったけど、今のメンバー構成なら誰かがやらなくちゃならないことなの。絶対的にパートが足りないのよ。シンセ使うのはいいよ。メンバー足りないんだから仕方ない。けどそれなら俺が。北原はまず人並みに弾けるようになれ。話はそれからだ。なトーマさん、こいつを鳴らす音はいつもあんなに優しくフォローしてくれたのに、こいつの喋る声はどうしてこんなに容赦がないんだろう。とにかくまずはドラム。少なくとも1曲目は今週中に欲しい。できる？まあできなくてもやってもらうんだけど。だからトーマ、打ち込みなら俺がやるってば。前から俺の担当だったんだし。すごいな、そこをなぜ自分で誇示するかマジでわからんよな、春樹。状況が見えてないよな、現実主義者のくせに。というか、楽器演奏以外のパートは全部俺だったというか。みんなの練習時間が合わないことも多くて、練習用に全パート分作ったからギターの練習以上に時間を取られてたような気もするけど。だからさ、竹谷をギターに残して俺が打ち込みに回った方がいいんじゃないか？私は別にそれでも依存はないけどな。その方が絶対に適材適所だって。なるべく成功率を上げた方が。ただ今の事実を北原が小木曽にちゃんと説明できるならだけど。え、誘っといて自分が参加せんってやだな。ん？どういうこと？北原くんと飯塚くんの受け持ちが変わると何がどうなるの？ああ、それは。さあ話してみたら？学園祭当日あんたが小木曽の隣にいないってこと。あ、春樹言うねえ。北原くん積んだ。さらば飯塚竹也、君のことは忘れない。まあつまりそういうことよな。つまりそういうことよな。つまり飯塚竹也はもう表舞台に出ることはないということですね。部長なのに、実力者とかギター弾けるのに。さて学園祭当日まであと2週間。2人とも泣いても笑ってもいいけど投げ出したら殴るから。おうすごいね。北原くんがトーマさんのことあれだけ欲しがったの、こうしてみるとよくわかる。おういきなり仕切るとこまでは予想してなかったけどな。残りの曲はおいおい考えていくとして、まずは1曲目だけでも今週中に仕上げておかないと。そうだな。俺がおいおい考えていく使ったらあんなに怒ったくせに。それじゃあ時間がないからとりあえず合わせるか、小木曽。うん。あと私のことは刹那でいいよ。俺がとりあえず合わせるなんて言ったら絶対呆れた目で睨むくせに。キーは原曲のまんまでいけるんだよね。発声練習する？ごめん、合唱部とか入ったことないからやり方わかんないんだ。いつも歌いながら声出してくから。まあ仕方ないか。じゃあぶっつけでいくから、いい？小木曽。はーい。あ、ちょっと待ってくれ、まだ俺の準備が。いつの間にか準備万端な2人に置いていかれないよう、俺も慌ててケースからギターを取り出し。何言ってるんだ北原、なぜ私たちがお前を待つ必要がある？たところでトーマから浴びせられた言葉はなかなかに、慈悲浅き響きを含んでいた。だって合わせるんじゃ。小木曽のボーカルと私のピアノをね。俺のギターは？今のレベルなら邪魔。トーマさん、今日のところは小木曽の力を見たい。他の面倒見てる暇ないから。他面倒暇じゃあ俺はあの2つの音楽室と屋上で重ねたセッションは俺たちの初めての出会いの日は。第一で自主練してきたら隣も借りてるんでしょ。北原くん、何文句があるって。いや、その加入1日目で部長を排除し、さらに残る古参メンバーまでも練習から除外し、あんなに参加を嫌がったのはこの恐るべき君主あんなに参加を嫌がったのはこの恐るべき先生君主ぶりを隠すためだったのか。不満があるならさ、文句を言わせない実力と現実的なビジョンを示せばよかったのに。そしたら喜んで従ったよ、部長代理。あ、北原くん、始めるよ小木曽。でも始める。いいね。はーい。うわさらば北原春樹、俺のことは忘れない。練習しよっと。